なんか俺の予想だと、あの、ハブが怪しい気がするんだけど、なんかまあいいや。それ今それともしょうがない。いや、やります。うん。とりあえず今できてるっぽいけど。あ、お疲れ様。すごいね。この世の終わりみたいな。なんか、もう始まってんだって、これ。こんばんは。こんばんは。始まってる。あ、でも始まってるのかな？始まってるっぽいね。始まって、この URL をもう一回ツイート。もう一回ツイート。する必要がある。こんにちは。すいませんね。ちょっとバタバタしてて。なんかね、すごい、YouTube ライブさんにね、ちょっとそっぽ向かれちゃってる感じなのかもしれない。ちょっとね、この配信が安定してできるのかちょっと謎なので、途中でなんかもし変な接続とかになってまた切れちゃったりしたらちょっと申し訳ないんですけど、一旦今繋がってるポイントでこれでいきたいなと思います。で、今佐藤さんがこの配信の URL をもう一回ちょっとポストするということで、ちょっとお待ちくださいね。はい。じゃあ待ちを。お待ちください。受けるよ。受けるな。あ、皆さんこんばんは。ありがとうございます。コメント。で、酒井くん、これ、またズームの時間伸びそう。確かにね。ちょっと伸びないように頑張らない。LINE 投稿お願いします。今、トワンさんいるけど、カメラ外にいるからちょっと。はい、じゃあ、トワンさん入っていただいて。まあまあ、なんだかんだ人が集まってきてるんで。はい。こんばんは。もうこんばんはの時間か。なんか外がまだ若干明るいけど。もう6時だもんね。新 URL を、はい。もう一回 LINE 投稿してもらったら、すごい、これ、裏側のトークもできる配信。あ、今、LINE の公式 LINE でも今投稿されましたね。なんで、俺も RT しました。ファナインフォのツイート。始めますか。したら。でもちょっと待った方がいいのか。もう始めていいのか。あ、でもそうか。これから入ってくる人いるかな。まあ、LINE 投稿がされたら始めよう。LINE 投稿はされたみたいですよ。ちょっと待ってね。あ、なんかね、そこにモニターあるんだけど、コメントが見えねえ。うん。いけるかな。あ、来た来た来た。あ、来たね。来た来た来た。うんうんうん。ライン投稿も、あ、始まった。うん。こんにちは。はい。はい。こんばんは。です。いやいやいや、もうのっけからいろいろお待たせして。そうね。すいません。はい。お待たせしすぎたかもしれません。はい。始まった直後に、はい、美味しそうなビールたくさん飲んでていいですねと受ける。ああ、ゆうきさんの件ね。あ、和田さん。はいはい。ビール持ちすぎマンだからね。家に30本もある。そう、今ね、僕らの今、この方にね、でっかくのコメントが出てるんで、読んでます。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ですね。はい。本日5月、2022年5月5日は、マナ、結成11周年記念日でございます。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、皆様の応援のおかげで、11年、迎えることができました。なんと11年もね、迎えることができました。11年 ?2011 年の5月5日ですから、結成が。え ?11 年経った経った。じゃなくて10年経って、11年経ったんです。じゃあ、明日から12年目ってことですか？そう、12年目になる。そういうことなんですよ。そういうこと。もう恐ろしいですよね。おめでとうございます。おめでとうございます。ただ結成時はさ、うん、その私以外の3人でさ、うん、5月5日に話をしたわけですよね。そう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 。11年前の？あのメイド喫茶ね。そういうことですよ。いやー、おめでとうございます。ねえ、ありがとうございます。みんな。ありがとうございます。恐るべき時の流れ。本当だよ。って感じ？そういや、なんかさ、そう、やっぱり
ありきたりですけど、どうですか？どうですか？まあ、どうですか？覚えてますか？11年前。いや、覚えてますよ。そりゃ覚えてますけど。やったことは覚えてるよね。うん、やったことは覚えてるけど、そこから11年経ったっていう実感があるかないかって言われたら、うん、11年間経ったかわからない。そう。経ったかわからない。わからない。そなんかさ、昨日の夜さ、うん、俺 YouTube のファナチャンネルのさ、うん、なんか動画をさ、こう古いのから掘り返して見てるって言ってたの、うん、なんかこんなにビデオ撮ったんだって思った。まず一番最初って何なんだろう。一番最初のビデオ、うん、最初の方とか。ああ、さケセラ、そうケセラセラが多分最初のビデオじゃないか。そっかそっか。あ、いや、ま、今デビューはケセラケセラだけど、あ、そうそう、ケセラセラだけど、その前に、あれ、いや、あのね、光マーが最初かな。あ、最新ビデオが出たんだ。一番古いの。ニコニコには光の。あ、そっかそっかそっか。なんか YouTube のさチャンネル、まあまあいいか。あの、そうそうそう。な感じで、ね。で、ケセラセラとか見たけど、やっぱウケますよね。なんかみんな若い。超若くてウケましたね、やっぱ。カリマルで、うん。街は奏でる。で、うん。そうね、間違いない。まあ、あと一応、リリカルセンテンスとかあって、ここまではデビューする前の話で。そう、で、本人たちも映ってないですもんね、あの辺のビデオは。一応、あの、そうそうそう、曲としてはあるけど、ね。で、ケセラセラで、そう。デビューして、なんか、すごい、こうみんなこう、暗い感じでこうやってるって。みんな、あの、撮られ慣れてないから。暗いってどういうことですか？いや、あの、動きが小さいね。動きが小さい。そう、あの、ミュージックビデオの演奏の動きがすっげえちっちゃくて、今考えると。キビもなんか、なんか直立不動みたいな。そうだったっけ。そうそうそう。俺もなんかそんな、まあ、トマノさんも今もすごいこう、そう、パフォーマンスが表現力すごいけど、こう、まあ、なんかあの時はなんかみんななんかあんま動いてないなみたいな。え、和賀さんも？うん、そう。和賀さんも今、今ではない。そう、今ほどじゃないよ、やっぱ。みんなやっぱちょっとあのカメラ向けられて、ちょっとどうしたらいいか、そう、どうしたらいいかみたいになってるからね。そう。ね、ありましたね。そうちなみにこの、うん、逆にできない線かね、坂井くん、この左右をちょっとね、目線がすごい遠くに行っちゃうんで、ね、そう、スタッフの S 君が今ね頑張って僕らにね、YouTube のコメント欄を見せながら、あのオフィシャルチャンネルの状況を見せてくれようとしてるんですけど、もしくはこのテレビ画面にしてもうちょっと真ん中ぐらいに持ってくるとか、ね、さあコメントにあったんだけど、うんうん、うん、定期的にこうケビンを海に帰らせようとする。あのさ、あの、そう、でもコロナになってからこう海に帰れなくなっちゃった、俺も。やっぱ、海に帰れなくなっちゃった。そうだっけそんな直前まではやってたっけ。いや、そんなこともないんだけど。そんなこともないんだけど。なんか、割と2015年、6年ぐらいまでじゃない。そうね。割とやってないんだ。でさ、俺聞きたいんだけどさ、うん、ケビンはさ、うん、海に帰りたいわけ。帰りたいよ、そりゃ。帰りたいの？だってやっぱ生命が生まれし、やっぱね、うん、源の場所ですから、母なるね。遺伝子レベルでやっぱ海に帰りたいってみんな思ってるんじゃない？そう、みんな持ってるんだ。みんな持ってますよ。結城さんですら、あの深層心理は持ってますから。あの DNA のそう、思ってます。生命のスープのところに帰りたいと思ってます。なるほどね。でも、ケビンはそれがちょっと溢れちゃって。溢れちゃった、そう。で、溢れちゃって飛び込んだらメガネを失ったんだけど、前ね。メガネを紛失したんですけど、だいぶ前じゃん、それ。そう、そこそこいい値段したメガネを失ったんですけど。まあ、それはいいんですよ、そんな話は。その時、ケビンがメガネを失ったけど。あ、ゆうきさん、あ、じゃあ、佐藤さんは iPhone を失ったの？そう。ケビンのメガネを探すために iPhone が水没して、まあ、ケビンのメガネが2、3万だとしたら、iPhone は、まあね、10万ぐらい、ね、10万ぐらいするから。ね。全然ダメージ大きいですもん、あれ、ダメになっちゃったんでしたっけ？あ、もうダメになって、その後機種変したんですよ。あの頃の iPhone、多分防水じゃないし。そっか。そう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 。そうそうそう。インドネシアの人いる。そうそうそう。iPhone 売買事件っていうね。メガネが本体ではなかった。なぜメガネをつけたのか、本当よね。なんでメガネつけたのか入ったんだろうね。まあ、あれ結構、あの時のケビン、バカみたいな。あ、でもね、あ、お前一個ね、一個言わせてもらうと、メガネ、ザブーンと飛び込んだ時はさすがにメガネしないのよ。どこでなくしたかっていうと、普通に浅瀬で、チャプチャプ足だけで遊んでた時にメガネしてたんですね。その時になんか、当時さ、あれ、由比ヶ浜だったじゃん。だった由比ヶ浜ですよね。あれは何県かな、神奈川県の由比ヶ浜っていうとこあったんですけど、うん、ビーチのすぐ近くに確かダイソーかなんかあった100均ショップが、うん、で100均ショップでなんかメガネの上から取り付けられるさ、あのクリップ的で付けられる、あのサングラスっぽくできるさやつあるじゃん、 あれが売ってたの、うん、でそれを
こうやってクリップでつけてたのね、メガネに、うん。そしたら、メガネの重量が予想以上にちょっと重たくなって、こう、わちゃわちゃ遊んでる時に、下をグリンってこう、首をグリンってやったら、うん、重さでドゥルンってこう、メガネがチャポンってなった瞬間に波がザッて引いてったの。それで、なくなったのよ。だから決してね、あの、バチャーンってやった時メガネだったわけじゃないんですよ。それは皆さん分かってほしい、そこは。でも今コメントでその事件目撃してましたっていう方が、目撃者もいるの、この中に。いらっしゃいましたよ。あら、それはすごい意気承認ですね。本当珍しい音玉ですね。ね、音玉ね。そうそう、まあ、そしてですね、1週間ほど前に、はい、こちらファナ4枚目のアルバム、はい、サイファが、ね、発売と。なりました。なりました。皆さん手に入れていただいておりますでしょうか。多分ね。こちら初回限定版。そう。で、まあ、通常版は、うん、まあ、まあ、このジャケットは同じ、ね。うんうんうん。で、ここに、この、ブックレットも、はい、スペシャルブックレットも入ってますという感じで。で、初回限定版にはブルーレイもついてると。そうなんです。そのブルーレイに、なんか、過去のライブ映像が何曲も入ってるんでしたっけ、何曲分かわかんないけど、もうライブ3本分入ってるんで。そうだよね。4時間分ぐらい。いや、すごいよね。もう、出血大サービスなのではっていうぐらい入ってますからね。あ、ピントが、あった。あった。YouTuber。YouTuber のあ、お、ね、お、小物レビューみたいになってる。あったり合わなかったりしますが、はい。いやーね。本当にね、盛りだくさんのアルバムになっております。本当にめちゃくちゃお得ですよ。そして急いで来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。柳大仏さん、日本の自宅に届いて、でいつ開封できるか分からないけど買いました。早く手に入れてほしいですね。ありがとうございます。市上さん、ブックレットの読み応え良かったです。ありがとうございます。白真白さん、サイファの MV、めっちゃ良かったです。うん、そう、昨日あそう、サイファのね、兄弟曲サイファのミュージックビデオも公開したんで、うんうんうん、あれはですね、うん、ワンカット撮影なんですね。そうそう。ワンカップ大関みたいな。ワンカップ大関、そうですね。ワンカット MV、ワンカップ大関。無編集で、もう。わからないけど、何言ってんのか。そんなに俺たちワンカップ飲むタイプの人間じゃないくせにね、そう。飲むときないかもしれない。いわゆる一発撮りって。はい。一発撮りって言っても、その、いわゆるファーストテイクじゃなくて、うんうん、一回も、その、何回か撮り直してるんだけど、うんうん、編集とかで繋いでるわけじゃなくて、もう、うまくいった、その一発のテイクをだけっていうね。うんうん、ノーカットってことですね。ノーカット編集っていう。うんうんうん、ワンカット。ですね。うん。結構、エモい。エモいね。ですよね。エモいっす。やっぱ、曲の後半とか最後ら辺のさ、もう、トマナさんを中心にカメラぐるんぐるん回ってるところがめちゃくちゃいいっすよ、ね。なんかね、すごい私もあそこ見てていつもね、ゾワゾワゾワってね。なる。鳥肌が立つんですよね。うん、あれめっちゃよかったな。魔法かかってたよね。魔法がかかってましたね。うん、で、あの日は、ね、その1週間ほど前には、うん、エアーのミュージックビデオを公開してまして、はい、エアーとサイファー、2本撮りしたんですよね。うんうん、同じ日にね。なかなかこうタイムプレッシャーもすごくて、そうですよね。そのスタジオ体感時間までなんとか撮影終了しなきゃいけない。うんうんうん、で、エアーはまあ普通にいっぱいたくさんのカメラでいろんなカットを撮って、うんうん、まあ、編集してもうかっこよく作ってるんですけど、うんうん、そうですね。サイファーはまあ一発撮りなんで、こう意外とね、どっちも時間かかりますね。いや、そうですよね。やっぱカメラマンさんにやっぱこの曲のこの箇所でここにいてほしいとかってやっぱあるわけじゃないですか。ね。最後の方だってね、うんうんうん。だからちょうどこのギターソロのところでゆうきさんのところにヒューってこうカメラが行くとかさ、うん、佐藤さんを抜くとか、まあ、そこの連携がね、うん、何回も何回もやっていい感じになってみたいな。そう。照明との連携だったり、メンバー自身との連携だったり、まあ、普通にね、カメラさんもなんか動き間違えちゃって、あ、こっちじゃなかった、もう一回、みたいな。あるある、まあね。こっちから回るんじゃなかったみたいな、ね。そうそう、こっち側から回っちゃったみたいな、そういうことも全部。まあ、それはね、当然人間だからね。まあ、みんなで、まあ、もちろんカメラさんが良くても、やっぱ、プレイ的にね、ちょっと やり直したいってこともあったし。だし、なんか次どこに動くっていうことだけに多分とらわれすぎてると、その絵としてかっこよくなかったりとか、そうね、で、そういうものがすごく全部ハマって、うん、すごくかっこいい映像になったなと思って。うんうん、花は結構ワンカッ
ット風 MV が多いですよね。江戸川町人さん。そうですね。その青空のラプソディとか、そうかもね。愛のシュプリームは、ワンカット風なんですけど。ワールドアトラスもそうですよね。ワールドアトラスもそう。ああ、そうじゃん。そうじゃん。あの建物をさ、ぐるーんってやって、そうそうそう。最後みんなで踊るみたいな。そうだ、箱根にみんなでね。あれ、ロケ行って。あれも結構大変でしたね。雪、寒かったし。てか、うん、そう、あの、スタッフの皆さんがさ、雪かき最初にめっちゃ頑張ってた、ね。その予想外の雪が降ってしまってね、そのロケの日に。うんうんうん、そうよ。で、結構ね、佐藤さんがこう動きを間違って、なんかこう、なんか、間違っておじさんが撮影現場に迷い込んじゃったみたいな、変な位置にいるみたいな。あれね、あの、他の人を撮ってる間にさ、裏でさ、そうそう次の撮影時にダダダダダダって走って、次のとこに待ち構えておくみたいな。次の自分の電話に間に合うようにさ、とか。そうそう。そうだった、そうだった。いやーね、みたいな、ワールドアトラスからもう4年ということなんですね。4年です。そうですね。あのようやくリリースできました。本当にもう、これ、超大作なんで、うん、ぜひ繰り返し聞いてください。お願いします。お願いします。それで、このね、サイファーを引っ提げた、ツアーが、5月8日、中野サンプラザからスタートします。はい。もうすぐですね。今週末。ね、はい、もう次、日曜日ですね。なんかそのゴールデンウィークだから、うん、曜日感覚がいつもよりさらにないんですけど、全然ないね。今週の日曜日ですね。ですね。はい。なので、うん、もう、ね、チケット買ってくれてる方も楽しみにしていてくださいだし、うん、もしまだ迷ってる方がいたら、もう、俺はもう絶対に来てください。うん、ほら、ライブ行きますって方。あ、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、ねえ、いや、今週末ももちろん楽しみですけど、うん、個人的にはその新潟とか行ったことない土地に行けるのも楽しみですよ。今回ツアーで。新潟初めてですね。初めてです。私、新潟出身なんですけど、ね、新潟でライブやったときに、故郷。凱旋。そう、故郷の凱旋ライブ。凱旋だし、そもそもその新潟に帰ること自体、コロナとか関係なく、もう相当久しぶりかもしれない。うん、ああ、全然帰ってない。うもう、うん。5、6年以上は帰ってないかもね。うんうんうん、それコロナ関係あります。今度はコロナ関係なく帰ってないから。ああ、そういうことか。そうそうそう。すいません。関係なく帰ってない。そうそうそう。聞き間違えました。そう。で、そしたら、なんか、僕は高校生の時からすごい好きだったラーメン屋さんが、もうなんか、うん、あの、閉店しちゃったりして。ああ、もう時間経ちすぎて。白寿っていうところで、うんうん、それ結構本当に有名、新潟では、新潟の古町三越っていうところの裏にある、めちゃめちゃちっちゃいところで。500円のうま煮ラーメンっていうのがあって、なんか安い。そう。で、一回、あの、クランボンの水戸さんが、なんか、新潟に行ってる時に、うんうん、新潟のラーメンって何でしょうみたいなこと言ってたんで、うんうん、その、白寿をおすすめしたら、うん、すっごい長文のレポートを、水戸さんが凄まじく長いレポートをインスタグラムにアップしてて、美味しかった。まあ、美味しかったと。しかも、真夏に行ってて、クーラーもないから、もう、すごい地獄だったけど美味しかったと。へえ。すげえな。そう。で、もうなんかね、老夫婦二人でやってて、うん、で、俺がもう高校生ぐらいの時からもう普通におじいちゃんおばあちゃんがやってるなみたいな。あ、もうそういう、ね。だからもう後継ぎがやっぱいらっしゃらなかったってことなのかな。うん。でももう後に出して、いや、それやるな。いや、それがね、いや、うん、それがね、それがね、でも、いや、この話何なんだったらね、いい話で、あ、そのまあ。もう年で結構体調的に体力的にも厳しいのでお店を閉めますっていうことで閉めたんですよ。なるほどね。で結構ネットでも一部ではすごい話題になって、うん、あ、ついにみたいな。でその半年後ぐらいにもともと白寿があった場所に一枚の張り紙があって、うん、その店主の息子ですって。おーおーおお。息子ができた。いつになるか分かりませんが、白寿の味を僕の手で復活させたいと思います。めっちゃ熱いじゃん。っていう、 こう書き込みがね、こうバーンと張り紙がお店に貼ってあって、はいはいはい、お店の、もう、お店がなくなっちゃった、うんうんうん、跡地で。それでまた、一部のネットの、ね、新潟人たちが湧くっていうことがあったんですよ。じゃあ、復活したら俺たちも白寿食いに行ける。そう。多分まだ復活してないし、まあ、復活するとしても場所はまあ変わっちゃうとは思うんですけど、うんうん、っていうね、新潟だったり、ね、っていう新潟にでライブができるということです。はい、そして、はい、ね、あのビルボードぶりの大阪があって、
結構久しぶりの名古屋が、うん、はい、名古屋、そう、名古屋、ね、さっき友達連れて行きますってコメントしてくださった、ありがとうございます、いたよ、ます、うん、いやー、名古屋意外と、そう、結構久しぶりですよね、名古屋、そうですね、相当久しぶりですね、ね、ですよね、うんうん、4年ぶりじゃない、4年ぶり、それこそそう、そっか、ね、そっか、そっか、レアユアツアーぶりってことだよね、そうか、うん、2019年ぶりだから3年ぶりか、ツアー、あ、ツアー的にはそっか、うんうん、そうなんだよ、そのレアユーツアーは、うん、別にアルバムリリースツアーじゃなかったから、ああそうだ、でワールドアトラスは2018年、そっかそっかそっか、で2018年ワールドアトラスツアーがあって、うんうん、で2019年はまあそういうわけじゃないけどレアユーアーツアーがあってみたいな、うんうん、ツアーとしては3年ぶり、ツアーっていうかその大規模なツアーとしては3、まあ、ビルボードはあったけど、うんうん、まあ、3年ぶりというね、感じでございます。感じですね。はい、で、いろいろとあのお便りを募集していたんで、はい、あのちょっと質問を募集しました、うん、はい。ちょっとなんとなく、特にこうセレクトしてないでバーっと読んでいきますね、うんうん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。住民ネームってありますね。りさこさん。ありがとうございます、りさこさん。ありがとうございます。花の皆さん、こんにちは。いつも在宅勤務をしながら聞いています。ありがとうございます。お願いしたい企画があり、メールしました。その名も、抜き打ちカバンの中身チェックです。嘘、なんか、バラエティー色強いね、なんか。確かに。花の皆さんが普段どのようなアイテムを持ち歩いているのかが気になります。はいはいはい。これがないとダメという必需品をぜひ教えてください。リスペクトします。いやー、俺つまんないよ。なんすか。俺つまんない。マジで充電器ぐらいだもん。今日のカバン？今日のカバン。俺もね、充電器とヘッドホンだけど。ヘッドホンでも見せてもらいたいよね。あ、ヘッドホン何使ってるんですか、ゆうきさん。ヘッドホン？そう、ヘッドホン。今日してきたヘッドホン。カバンの中はティッシュと。そう、ゆうきさんもうあれだもんね、一生鼻炎の人だもんね。そう。でも必需品だよね。ティッシュはないとしない。ティッシュ。これはソニーのやつか？ソニーの。ソニーのワイヤレスヘッドホン。かっこいい。これね、カメラ多分この顔で撮ってるか、顔隠せる。なんかでもさっきあったような。顔隠せるためにっていう。あ、多分これピンタブル。ほらほらほら。来た。おお。これね。これはあの、あれなの、なんかノイキャンもついてるんですよ。ノイキャンついてるやつ。はいはいはい。戻った。よいしょ。はい。らしいですよ。だから僕とゆうきさんはそんなんですけど、やっぱ一番気になってないのはトワンさんじゃないですか。え？まあまあ今やるわけじゃないから。あ、今やるわけじゃないから。なんだよ。なんだ。今度やりたいねって。今かと思ったら。そうなの？やるって面白くないけど。まあでも、まあまあでもでもね。結構いっぱいあるから、パーっていかないと。はい、そうですね、そうですね。はい。はい、あ、答えしてみます？あ、まあいいや。うん。名前がね、書いてないですね。うん。あ、マーミさん。マーミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あの皆さん、こんにちは。今、ハマってることは何ですか？ハマってること。ハマってることか、ね。クラフトビール。それ、ゆうきさんの。それ、俺だ、俺だね。ね。ハマ？え、ゆうきさん、でも、最近めちゃめちゃ俺にも教えてくれるもんね。この店がいいよとか。ああ、ね。美味しいから、おすすめですよ。クラフトビールってさ、なんであんなにみんなジャケットが可愛いんですか？なんなんだ、文化じゃないの、うん、そういう。あおしゃれな。おしゃれな。うんうん。そこまで含めて、うん、その工房のビールですよ、ね。うん、そうなんかお酒全体的におしゃれになってると思うんですよ。確かに日本酒とかもジャケットかっこいいし、うん、そうそうそう、なんか今日本酒とかすごいいいのある。だってこの間俺ゆうきさんと一緒にさ、ほら京都ブラブラした時さ、うん、あのかわいいさジャケをさ集めてるさ女性いたもんね。いた。なんか手帳じゃないけどなんかもうスクラップブックみたいなラベルね。そうそうそう、ラベルをこう集めてる女性いたよね。あるあるね。もう他にみんなハマってること。ハマってることね。何にハマってるかな、最近。あ、でも、なんか、地元の行ってなかった飯屋を巡って、うん、なんか、掘るって、あの、いい店を掘るってのにハマってる。あー、なんか私は、ちょっと、それにちょっと近いかもしれないけど、うん、あの最近、中国茶が好きで、中国茶。まあ、もともと好きなんですけど、うんうん、その中国茶を出してるお店に行って、うんうん、ちゃんとこうちゃんとした茶器とかで入れてもらって、はいはいはい、で中国茶をこうやっぱ香りがいいから、うんうん、それでこうリラックスしながらあの
一服する。服って言う、うん、一服って言うんじゃないですか。言うかな、うんうん、のにハマってます。おしゃれな趣味ですな。そして、ケンボウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。それと便座カバーですね。はい、ありがとうございます。それと便座カバー。急に砂原入ってたな。ね。あの、クラブのネタですね。うん、ありがとうございます。じゃあ、あ、もうハマってること終わりでいいですか、うん、はい、じゃあ、次の方、メイリーさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ファナの皆さん、こんばんは。こんばんは。8日に開催される会場が中野サンプラザということで、はい、2019年に開催されたライブで、その中野サンプラザの1月にね、うん、2019年の1月のことだと思うんですけど、うん、で、たくさんの曲数を披露されていたのを今でも覚えています。うん、先日のインタビューにて、アルバム全曲に加え、アルバム外の曲も少し披露するというのを拝見して、うん、今からとても楽しみです、はい。そこで質問なのですが、アルバム曲のこういうところを聞き込んで会場に来てほしいなどはありますか？で、エアーのクラップをしてほしいなど。なるほど。それはクラップしてほしい。それはもちろん確かにしてほしい。そう。でもね、一応ね、クラップしてほしい箇所っていうのは基本的に僕がクラップとかをこうやるから、僕の真似とか見てもらってたら、うん、ケビンと同じ動きしとけばとりあえずクラップできるなっていうふうにはなってると思うんですけど、うん、まあでも確かになんかもうここでクラップだぞって覚えてきたらなお楽しいかもしれないね。これなんかあるかな。うん、アルバムのそうだね。こう聞き込んで、他の曲だとクラップ楽しい曲とか、まあ単純にまあ。経験なファナミリーの皆さんは、すでに覚えてる人が多いとは思いますけど、うんうん、愛のシュプリームの動きとか、ね。あ、そうっすね。うんうん、まあ、隣の人の邪魔にならない程度な感じで、そうですね。踊ってほしかったりとか、あとなんかあるかな。まあ、あれですか、アルバムの新曲を聴いといてもらえるんですか。あ、そうですね。まあ、そうですね。それは本当にそうだ、ね。そうだね、うん。サイファーゼロ。うんうん、まあ、ね。そういうアルバムなんで。まあ、ゼロとか特になんかクラップがここで入るよって曲ではないが、うんうん、ね、あの曲はそうクラップ曲とかっていうことでもないけど、うん、けどまあ、うん、でもまあまああのクラップは外しても よかったぐらいなんですよ実は、うんうん、アレンジ的にはね、うんうん、その音楽的には、でもまああった方が、まあ、ライブでも盛り上がるし入れておこうかなみたいな気持ちはありましたね、うんうんうん、あ、エアのね。エアの話ね。私が結構激推ししたじゃないですか。あ、そう。なんかね、言われなかったら、なんか、スッとなくなった可能性があるわ、ね。あのクラップ、楽しくて気持ちいいから、うんうん、あの、残してくださいって言って、うんうん、なんかクラップが消されそうな勢いだったので、アレンジの段階で。消さないでっていう話した。あった方がいいと思いますって言って。じゃあ、そうなんだ。トワさんの希望で残ったクラップとか。そう。あんま聞こえないし、まあ別にいいかなとか。まあでもまあじゃあライブだしね、うんうん、どこみたいな、うん、そういう感じでしたね、うん、まあでもアルバムはぜひ聴き込んで、なんかなんていうかね、こうまだアルバム出たばっかりでもうすぐね、うん、開催できるっていうのはある意味贅沢なことかなと思う。そうですね、本当なんで、うん、あの本当新鮮な気持ちで楽しんでもらえたらなと思います。はいはい、はい、じゃあ才川かんなさん、はい、ありがとうございますね、ファナの皆さん、こんばんは。こんばんは、今週の日曜日のライブに参加するのですが、何か持ち物はありますか？いかんせん自分は人生初ライブなので、人生初ライブなので、ライブに何を持っていけばいいか分かりません。ご教授、お願いいたします。あと、ひそかに佐藤さんのギターも期待します。ライブ楽しみにしています。とのことです。ありがとうございます。持ち物？ないけどさ。まあ、靴とかはね。まあ、スニーカーとかの方が、うん。確かにそうだね。スニーカーの方がいいかもね。楽。でも、ホールだから。ホールだから関係ない、ね。あ、そうね。中野サンプラザだったらそうかも。あの、大きい荷物は持ってかない方がいいかな。逆に言うと。多分クロークとか、中野サンプラザクロークなのかわかんないけど。そうね。あれは過去ライブのさ、まあ、今回のグッズでもあるんだけど、フラッグとかは。ありますあります。いや、それは初めてだよ。あるんだけど、あ、そう、初めてで、あ、そうか、そうだ。初めてのライブだったもんね。だから、まあ、要はその、ね、ライブって、手ぶらでいいんだけど、うん、例えばあの、グッズとか買うんだったら、それを持って帰れるような、まあ、今回エコバッグあるから、それに入れていけばいいから、あんまり大きい荷物とか持ってくると結構移動とか大変なんで、そうね。で、まあ、
うちらの今回のホールなんで全然あんまり服装とかも気にしなくていいと思うんですけど、うんうんうん、一般的いわゆるライブハウスとかのオールスタンディングとか今あるか分かんないけどあるとしたら、うんうん、靴とかは尖ってる靴とかピンヒールとか、ね、そういうのはやめた方がいいかなって感じで、うん、そうね、そこ日当たりやつであと荷物とかもまあ財布とかはこうなんていうのかちっちゃいポーチとかに入れてなくさないようにみたいな感じはあるんですけど、うんうんうん、まああんまり今回ホールなのでそんなに気にしなくてもそうだね大丈夫かなと思います、ねうんうんうんまあ、みんなもねいろいろ書いてくれてるけど、うんうんまあ、チケットは第一そうそれそれはあと飲み物とかもあった方がいいんじゃないかなそうドリンクないもん多分、うんうん、ないよね、まあ、どうなのかな、まあうん、水も持ってきた方がいいかもね、まあ、うんうんうんいいかもしれないね、うんうん、と思いますよ、うん、ってことですかね、はいですかね、はい、はい。じゃあ、これましょうか。はい。じゃあ、ゆうきさんお願いします。風のイーグル、カインさん、こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございます。北海道旭川在住です。母の日が近いこの頃、はい、プレゼントって決まりましたか？自分は実家が朝パン食感のを思い出して、うん、友人夫婦おすすめのロミウニのジャムを送りました。ジャム、いいね。楽しみしてます。中野さん、プラザホール楽しみしてます。この日です。うんうんうんジャム気になるのこの年だけど。何々。ロミウニだって。ロミウニ。ロミウニ。へえ。いいね。ね、母の日のケビンどうですか？母の日はね、なんかドライフラワーとかがこう、うん、中に埋め込まれている、うん、キャンドル。わあ。キャンドルを用意した。素敵。そう、まだ渡してないけど。うん。そう。あ、言っちゃっていいの？よかった。言っちゃっていい。でも多分親は見てないから多分大丈夫。あ、見てないの？多分見てないから大丈夫。うちの親多分見てないから大丈夫。そうかな？そうそうそう。私、もし、内緒にしときたいな。あ、ね、そうね。見てるかもしれないからね。うん、ね。なんか、用意しました？佐藤さん。いやー、そんなね、親孝行じゃないの。まあでも別に今からね、用意したっていい。家族との縁が薄めではあるんですけど、うんうん、最近でもね、ちょっとうちの母親がちょっと怪我をして、うん、あ、で、それは本当まあ新潟なんで雪が降るんですよ、うんうんうん、でまあ普通にちょっと滑って転んだってことなんですけど、うんうんうん、うちのね親の怪我情報が公表されることなんですけど、いいんですか？まあうん、でもまあ今もうな一応退院をして大丈夫なんですけど、うんうん、よかったよかった。要はやっぱ年を取ると、うん、その骨密度が知らないうちに薄く低くなってくる。今回だからちょっと骨に、うん、あそうそうそう怪我しちゃったってことですよね。骨折しちゃったんですよ、うんうんうん、で若い人だったら、まあ、ちょっと転んだりとかバーンとぶつかっても、まあ、そんなに骨折なんてことなかなかないんですけど、うんうんうん、なんかね年を取るとどんどん知らないうちに骨密度が低くなってて、うん、なんかちょっとしたこれぐらいのことでみたいなことで骨折もあるんで皆さん本当ね、カルシウムだったりとか、うん、骨を丈夫にする食べ物だったりは、もう普段から取るようにしてくださいと。いいで、それを、その、皆さんの、ね、母の日だったらお母さんに、骨を大事にしてくださいねと。なるほどね。伝えたいという、ね。はい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 。いや、いいかも、普通に健康。骨大事グッズを。あ、確かに。ね、そうだよな。めっちゃ喜ぶと思うな、ね。カルシウム。多分まだ全開じゃなくてね、まだリハビリ的なあれだと思いますからね。はいはい、ちなみにうちはビールです。あ、ビール、いいね。さすがゆうきさん、ビール。ビール屋さんかなってぐらいもビール。いやー。っていう感じです。はい。うん、なるほど、なるほど。で、じゃあちょっとね。これは何だっけ、あきラーメンさん。あきラーメンさん。あきラーメンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、地震だって。嘘。お？嘘。揺れてますか？ちょっと待ってね。今、我々のいる場所はそんなに感じてないけど。でもどこかちょっと調べる、ちょっと大変そうなところがあるなら、うんうん、ね、そうだよね、うん、配信なんていいちょっと待ってくださいね皆さん、身の安全を、ね、確保してもらって、ね、なんで我々のところ全然私たちは揺れてないんだ揺れてる地域の人は気をつけてね、うん、大丈夫なんですが、うん、関東揺れてる関東揺れてる、茨城か結構大きいですね震度4大丈夫震度4、マジちょっと待とうかうん、ちょっと待とう東京ちょっと、ああ、そっか、海側の方、茨城、そうですね、海側の方、はい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 。なんか今ね、マネージャーとかスタッフの S さんが頑張って今、地震情報を僕らに見せようとしてくれてる。地
震度4ね。うん、もし、あの、余震とかもあるかもしれないから、一応。そうだね。気をつけた方がいいね。なんかあったらすぐ、うん、配信切って、準備してください。うん。ご自身の身の安全を、はい、まず確保してください。6時42分に関東地方で地震が発生しました。うん、で、やっぱ茨城県南部、うんうん、マグニチュード 4.9、震度最大3、うん、ということだったみたいです。うん、あ、そっか。いや、真面目さん気をつけていただいて。私たちも大丈夫です。大丈夫そうだ、ね。はい。はい、皆さん本当、あの、くれぐれも気をつけて、うん、なんか、ね、ということで、うん、はい、ありがとうございます。はい。あきらーめんさん、パナの皆さん、こんにちは。こんにちは。アルバム発売&ツアー、おめでとうございます。ありがとうございます。タイトル、サイファです。私がまず想起するのは漫画のタイトルですが、パナの皆さん、ご存知でしょうか、うん、1980年代のニューヨークを舞台に美術学校に通うアニスと双子の俳優シバとサイファを中心にした人々の葛藤と自立再生の物語、うん、ご存知なかった。エイリアンストリートと並ぶ成田美奈子先生の代表作です、うん、古い少女漫画ですが、少女漫画なんですね、大人の鑑賞にも耐える作品なので、ご興味あればぜひ。ああ、そうなんだ。サイファってタイトル、でもシバとサイファってなんかすごく、うん、なんかあれですね、神様っぽいような、なんとなくね、名前が出てくる、うんうん、今年はプロモーションにツアーに忙しい夏になるかとも存じます、うんうん、体には気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、はい、クレマチスさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。フォースアルバム発売おめでとうございます。今回のアルバムのレコーディング時の裏話や、うん、これは大変だったというエピソードがあれば教えてください、はい、今週末からのツアーもとても楽しみにしています、うん、ということです。大変だったこととか裏話、大変だったこと、大変だったこと、うん、大変じゃなくて、まあ、アルバムのだから新曲の話ってこと、新曲に限らずってことか。まあまあ、そのアルバムに収録されてる曲とか、レコーディング、うん、そうだね。裏話ってほどでもないけど、やっぱ僕は、あの、今までの3枚目のアルバムまでは、僕がラップする曲って曲もなかったはずなのね。うん、で、4枚目のアルバムからなんか僕も結構ラップをしてるから、はい、そういう意味ではなんか、僕は完全に今まで人生でやったことない新しいことを、うん、頑張ってやらせてもらったし、それのなんか、うん、だんだんこう回を増すごとに若干こなれてきてると思うんですけど、うん、ラップもね、うん、なんかその感じがなんか赤裸々にこう、うん、保存されてるアルバムだなって感じがするっていうか、なんか最初多分アンプラグドから始まり、うん、で最新曲はあれかな、ギンミーラブになるのかな、うん、一番新しいラップ曲としては、そうだね、うん、そうそうそう、うん、までが入ってて、今僕アンプラウドのラップとか聞くと、わ、なんか今の方が、そう、今の方がまだちょっとなんだろう、うん、表現力上がってるというか、うんうん、なんかウイウイしさが、そうだいぶすごいなっていうのを思ったりするけど、いいことだね、成長してる。ケビンはじゃあもうあれなの、ボーカルブースで歌うのに慣れた。確かに、そうね、まだ、いや、さすがに慣れきらないけど、うん、でもやっぱ最初に比べたら大丈夫。いいね、そう、最初歌いたい歌いたい、そこは、そう、まあ、歌いたいけど、もちろんね、そのなんかほら全体的なさ、うん、計画もあるじゃない、なんか俺をなんだろう、どういう場所で使っていくか、佐藤さんの作戦があると思うから、そこはね、うんうん、まあ、いい場所で使ってあざす、いい場所で使っていただければ、秘密兵器として飛び道具だと思うので、はい、でも愛のシュプリーム、うんとかさ、うん、2人で歌ってて、で、うん、完成版を聴いてるとすごくやっぱこう流れるように展開して、うん、あの勢いのある曲だから、うん、って思うんだけど、これ撮るの2人で10時間かかったんだよっていうのを、でもね、今ならね半分の時間できるんじゃないかって、あ、本当に、うん、思い出したりするよ。当時はね10時間かけて撮りましたよ ね、2人で緊急事態宣言真っ只中ね、そうそう、で直前ぐらいかな、2年前です。そう、うん、そうだったわ。でしたね。うん、次のメール行ってみましょうか。はい。キーストーンさん。はい。
とうございます。バドミンさん、こんばんは、こんばんは。いろいろな音を奏でるだけでなく、ダンスやラップなど活躍の場を広げているケビンさん、あ、俺の話ね、ケビンさんですが、それに伴って衣装も派手になってきている気がします。最近、ビビッドな柄のシャツを着ることが多いですし、今回のサイファーの衣装も大きなフィギュアが印象的です。何かこだわりがあるのでしょうか？他のメンバーのファッション事情もお聞きしたいです。ということですね。実はね、僕は自分の着る衣装のファッションとかにか、ね、感じとかに関して、これが着たいって俺はあんまりないタイプで、なんかむしろ俺自分のファッションセンス若干疑ってるところがあるんですよ。そう。だから基本的にはそのついてくれてるスタイリストさんとか、周りのメンバーからのなんかケビン君こういうの着たらいいんじゃないみたいなのを割とこの、あ、みんながそう言ってくれるんだったらじゃあそれでみたいな決め方をしてるんで、そう、だから俺もね、派手派手にしようと思ってるわけじゃないんですけど、確かになんか少し印象的な柄のなんか派手めのシャツとかを着せてもらうことが多いから。ケビン似合うんだよ、そんなの。そうそう。マジ？似合うの？なんか、その、ま、佐藤さんにしても、スタイリストさんにしてもそうかもしれないんだけど、なんかプロデュースしがいがあるというか、あ、マジ？なんかその、マスコットキャラクターとして、なんかその、絵的に強かったりするから、あ、なるほど。こういう風にして、なんか衣装とかでもっとこういう風にも、持ってね、そうそう、こういう風に見せたらいいんじゃないかという、なんかこう、想像力をかきたてるような、素材なんだと思うんですよ。めちゃめちゃ真面目になんか解説してくれて、そうなんですね。そうだと思う。なんかケビンがこういうの着せたらかっこいいかな。でもみんなそうだと思うんだけどね。うんうんうん。うん、そっか。いやだから。だからあれですよ。本当僕は僕を全然着せ替え人形にしてくださいっていう感じ。なんか本当、なんかいいものあったらぜひ、ね。今回でも可愛いよね。あの大きい。そう、でっかいね。いつも蝶ネクタイなんですけど、今回蝶ネクタイじゃなくて、すごいこの襟部分に特徴のある服をこう結んで、蝶ネクタイ風にちょっとリボンっぽくするみたいなコンセプトだったみたいな。ね、あれおしゃれだったよね。ね、すごいデザインだよね。スタイリストさんが持ってきてくれてね。そうそうそう。そう。っていうことでした。はい。はい、ケビンとかもあったんだ。そう、みんなの衣装の話しないで大丈夫。トワンとかしといたら。そうそう、トワンさんの衣装のこだわりとかさ。私の衣装、その今回のジャケットの衣装すごく好きですよ。あ、ね。これね。白い。めちゃくちゃかっこいい。すごくかっこよかった。なんかね、まあ、こうやって絵で見ても、絵というか写真家になってみてもすごいかっこいいんですけど、その本物着てるところが本当にオーラがあってかっこよくて、そうね。そうなんですよ。すごいいいドレスを着せてもらいました。なんかね、真っ白なんだけど、ちょっとこう、ゴシックな、あ、そうだね、荘厳な雰囲気もあって、そのサイファーのミュージックビデオで動いてるところが見れるので、ぜひ見てほしいんですけど、本当に素敵な衣装を着せてもらいました。ね。お気に入りです。本当だよね。はい、めちゃくちゃ良かった。はい。はい。次のお便り。はい。ズーチョさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。この度は結成11年&ライブ開催おめでとうございます。ありがとうございます。ソースアルバムサイファー今日毎日ビーを手しております。早速質問なのですが、新曲ゼロについて、冒頭のギターのリフがホワイトライトの冒頭を思わせるメロディーでした。同じですね。ホワイトライトといえば、ファーストアルバムの最後の曲でもあり、そこからまた1曲目のアウトサイドオブメランコリーに戻るという円環を感じさせる曲なわけですが、今回のアルバムもゼロからサイファーへの円環を意識してこのようなリフにしたのでしょうか。個人的にはゼロを聴いた瞬間にホワイトライトとの類似性を感じてしまい、最後の曲だととても胸が熱くなりました。楽しみしておりますとのことです。なるほど。まあ、あのリフは元から佐藤さんが言ってたっていうあれなので、俺が考えたわけではないんですけど。ああ、そっかそっか。デモの時点からそういうリフだった。そうそうそう。そうね。いや、でも、和賀さんの音がかっこいい。なんか、割とあれですね、ファナではやらないぐらい歪んでますね、いつも。いやかっこいい。あ、そうね、歪んでるよね。ゼロ。なんか、だいたいレコーディングだと、あそこまでやると止められるんで。卓録だったから、そうそう、好き勝手やりましたって感じ。はいはいはい。あと、超速ダウンピッキング。あ、気づかない。エピソードあったよ。それでしょ？ねえ、そうだよ。あったあった。1A と2番の A メロと、あと、感想終わったとか、なんか、で、早いフレーズが入ってるんですけど、それを撮ってたのが、なんか朝の4時か5時ぐらいで、なんか、座っててさ、ずっと弾いてるわけじゃん。他のフレーズを弾いてて。ここ行った時に、腕が筋肉固まってて、
動かないの。ああこうやっていくとだんだん柔らかくなってきて動くんだけど、うん、こうプレイバックどうやって弾けたかなって聞くじゃん。弾いて、弾いてからこうやって、ああ、なるほどね、ここ直そうかって弾いたらまた腕が動かなかったって、結構やって、結構大変だったというか。そうなんだ。早いと思いながら。うん、早いよね、確かに。うん、テンポ自体は、遅く聞こえるけど、めっちゃ速くていいですわ。あれを弾くの大変そう。で、あれをだからずっとダウンピッキングでやってるのね。そう、あれはフルダウンでやったんで、ね、そうね、もしギター弾かかいたら、そんなフレーズ自体は全然難しくないですけど、ぜひフルダウンで弾いてください。うんうん、弾けるの？まあ要するにあれですよ、ギターわかんない人向けに言うとこうやって、ジャカ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 って弾くんじゃなくて、ダンダンジャ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 ンってずっとこういう速さで弾いてるってことですね。だから腕がだいぶ乳酸が溜まるよっていう話ですね。ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。って感じです。あと、この、トムマイケル。お、トムマイケルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当だ。テキサス。スパチャ。ハロー。ありがとうございます。テキサスライブ。テキサス。ああ、はいはいはい。ハロー。ね、ありがとうございます。銀狐時代からのファンだと。ありがとうございます。タイニーランプだ。ねえ。Thank you。ありがとうございます。ですね。うん。次のお便り、一亀さんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。花音さん、こんばんは。アルバムリリースと結成11周年、おめでとうございます。ありがとうございます。最新アルバムより質問です。結成前夜に作れたサイファの新バージョンが収録されていますが、うん、そのタイトルは、サイファ、ピリオド。元タイトルにピリオドがついた表現になっています。なってますね。サイファリメイクとか、リサイファのように読みから変える案もあったと思うんですが、この表現に至った理由を教えてください。うんうん、来たるライブも参戦予定です。久しぶりの 生ファナを楽しみにしています。うん、ありがとうございます。これはですね、うん、まあ、最初別に変えなくてもいいやぐらいと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、いろんなこう著作権的な事情とかって、やっぱ変えなきゃいけないってことになって、はいはいはい、でもやっぱこう、なんかサイファなんとかバージョンとか、サイファ2022とか。サイファ2022とか、なんかゲットワイルド2020とか、なんかそういう感じに、うんうん、なんかなとか、あとね、サイファー、ニューロニューロ、憂鬱の向こう側みたいなの。はい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 。なんかなって思って、うん、なんかシンプルなのが、パッと見変わらないぐらいシンプルなのがいいなっていうのがあって、で、このピリオドって、まあ、区切りっていう意味でも、うんうん、日本語で言ったらこの丸の意味でもあるんですけど、うん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 、時代っていう意味もあるらしいんですよ、ピリオドって。ああ、なるほどね。あなので、まあ、このアルバムのコンセプト自体が、その4年越しのアルバムで、うん、で作ってる曲も、まあ言ってみればコロナ前の2019からいろいろあった、この20年、21年、22年ってこうなんか、結構時代の変わり目をまたいでるドキュメントっぽいアルバムだから、まあ、その時代っていう意味のピリオドを、サイファー、ピリオドって打つのが、なんか、今回のテーマにも合ってるんじゃないかなってことで、そうしました。なるほど。お話でした。俺もちょっと知らなかった、その、時代って意味があったんだ。時代、そんな時代も、ああ、あったよね。っていう感じでね。はい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 。ちょっと、これどうぞ。あ、もう一回読んでください。うん。この辺もね。これ、はい。はい。ビリーブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。花の皆様、こんばんは。こんばんは。結成11周年、おめでとうございます。ありがとうございます。早速質問なのですが、もう、言ってますよ。ファンのサイファライブツアー2022のここがポイントがあれば、言える範囲で教えてください。うんうん、8日の中野サンプラザ参加します。今から楽しみです。ありがとうございます。ここがポイントを言えば、うん、中野サンプラザに関しては、うん、まあ、ちなみに地方公演と中野でちょっとプログラム変わると思うんですけど、うんうんうん、中野ではアルバムこの17曲を完全再現します。完全再現。ちょっと、そのね、曲順は言えないですけど、うんうん、とりあえず全曲やるので、やばい。それは、もう、言っとくので、うんうん、アルバムを聴き込んできてくださいっていう感じですかね。いやー、すごいね。豪華な。全部やる。アルバムの曲以外もやります。うんうんうん。はい、頑張ります。はい。はい。そうですね、頑張ります。この方が一番大変だと思うので。はい。これは、まだ読んでも大丈夫、お時間とか、まあ大丈夫ですか、まあ
あと1個ぐらいでしょうか。あと1個ぐらい、うん、はい。どれにします、あと1個ぐらい。ですね、あ、でもこれね、一瞬で終わるやつをちょっと、じゃあ、新潟に関するのがいっぱい来てたので、ぜひぜひ。はい。ファンの皆さん、そして、YouTube ライブに参加されているファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。バボさんって感じですね。うん、バボさん、ありがとうございます。いろいろとおめでとうございますと、ありがとうございます。ありがとうございます。今回、新潟で開催されるということですが、佐藤さんは実家に帰ったとき、どのように過ごしますか、また過ごしたいですか、まあ、新潟でどんなふうに過ごしますかと。という感じなんですけども、うんうん、まあ帰ったら時はまああんまり家から出ずに寝てますって感じです。うん、そうなんだね。っていう感じです。めっちゃ休息なんですね。はいはい、新潟に関する質問で、うん、緑の白米さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。一昨日はアニエラシティバッシュお疲れ様でした。ありがとうございます。シティバッシュね、すごい楽しかったですね。うん、久しぶりのライブとても楽しかったです。うん、MC で立川のお話をされてましたが、うん、今度のツアーでは佐藤さんの出身地である新潟でも開催されるにあたって、うん、おすすめの場所を教えてください。私は日本酒が好きなので新潟の美味しいお酒も知りたいです。俺も知りたい。楽しみにしてます。あ、いや、あんまり僕ねお酒詳しくないんです、うん、あんま飲まないですもんね。そう、もうやっぱなんか、ね、新潟といえばコシヒカリね、あと日本酒。なんか新潟の人いないですか、ね、そうね、コシヒカリといえばなんかこうそれを使った日本酒ってイメージがあるけど、うん、この配信に新潟の人がいたら新潟の美味しい日本酒チャットに書いててください、ね、教えてほしい。教えてほしいな。星の完売って新潟なんだっけ。確かに分かんない。何、全然知らない。それは何ですか、何の名前っていう。なんかね、あの、あ、書いて書いてる、星の完売書いて、あ、やっぱ、あ、そうだ、腰の乾杯は あれかな、日本酒の銘柄。そうそうそう。ああ、新潟の結構有名なお酒。あ、新潟駅になんか日本酒のなんか、うん、ね、ポンシュ館ってのがある。気になる。八海さんも新潟なの？え、八海さん新潟？マジ？八海さんは好きよ。淡麗辛口がいいな。淡麗辛口。そうなんだ。夏子の酒って漫画が昔。まあ、ドラマにもなったやつがありますけど、あれは確か新潟が舞台。そうなんだ。楽しみだな、やばいな。めっちゃ来てるわ。めちゃめちゃ。締め、張り、するかな。気になる。へぇー、めっちゃ。チューバイ。影虎。皆さんありがとうございます。めちゃくちゃ詳しいな。これはありがとうございます。佐渡の。すごい。教えてくれる。僕より久保田全然詳しいですね。めちゃめちゃ詳しいな。ケイトラ、ケイコ。ありがてー。いやー、熱感が大好きです、俺。熱感が大好き。これ最後のね、じゃあちょっと、ね。はい。まあじゃあ、新潟もお酒もそうだし、なんかね、あの、僕が好きなのは、その磐梯橋付近のね、あの、磐梯川っていうのが、阿賀野川があって、磐梯橋っていうのがあるんですけど、うんうんうん、結構そこが、なんかちょっとヨーロッパっぽい雰囲気の橋がかかってて、ちょっと結構眺めもいいんですよ、うんうんうん、でその橋のふもとになんか宮古メッセっていう結構大きい建物が宮古メッセ、はいはいはい、で、まあ、その辺は結構楽しめるんじゃないのかなと思います。なるほど。で橋を渡ると古町っていうのがあって、うん、なんか新潟民的にはそこはどっちかっていうとこう原宿、裏原的な。ちょっとサブカルチャー。そう、エリア。エリア。若者の。そうそう。で、橋のこっち側、新潟駅があって、橋のこっち側の磐梯エリアは、もうちょっと普通の渋谷とか。はいはい。新宿。渋谷と原宿の関係みたいな感じ。そうそう。みたいな感じだったりします。へぇー、なるほど。です。楽しみに。皆さんぜひ来てください。ありがとうございます。じゃあ、最後のメールかな。はい、最後とか、あの、2通あるんですけど、1通はね、質問ってよりはなんか。感想なので、はい、みーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。先日のアニエラで生で初めて拝見しましたが、完全に心を奪われました。最高のパフォーマンスありがとうございました。私は九州に住んでますが、いつかワンマンライブにも行ってみたいと思うようになりました。ぜひ今後、九州でライブをしてほしいです。ありがとうございます。行きたい、九州行きたい。これは、福岡大好き、俺。うん、はい。で、あともう一つですね、緑の白米さん、ありがとうございます。ありがとうございます。アニエラシティバッシュとても楽しませていただきました。開幕何が流れるのかそわそわしておりましたが、聞き覚えのある星屑のインタビュー動画セトリ、星屑のインタビュー動画が流れましたと。で、セトリ最高でした。質問ですが、アニエラではケビン君が飛んでなかったように見えたのですが、足とか痛めていませんか？今後のツアーにも影響出たらどうしようかと不安です。ツアー全力で挑めますように。めちゃめちゃ心配してくれてるけど、俺ねマジでね超快調だったんだけど、なんでだろう。全くね、足痛めてなかったし、結構で、ね、飛んでたと自分では思ってたんだけど、多分ね、そう映ってなかったのかね。見えてなかったから。足りなかったから。そう、あのね、俺のパフォーマンスが多分至らなかったんだ。あららららら。
よくない、それは。あと30テストも。そうね。中野までにさ、そうね。もっと飛べる。もっと飛べなきゃいけない。なっとかないと。でもね、白米さん、心配してくれたりします。全然ね、会長どころがもう、痛めてるとか全くないので。そうそうそう。コメントあるけど、中野で本気出すから。そうそう。あ、そう、あと3日でね。そう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 。どんどんこう、上がっていく。そう、あと3日もあればね、もう倍ぐらい飛べるようになってるじゃん。ね。限界突破し。いけるいける。はい。というわけで、楽しみにしてください、緑に白米さん。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、グッズをバーッと紹介して、はい、この YouTube 配信は終わると思います。すね、あ、はい。坂井さん、ちょっとこう、いいですか。そうですね。スタートがね、ちょっと遅れちゃったからね。1個ずつちょっと持ってきてもらっていいですか。はい、もう、天井、天井突き抜けて面白すぎるんだよな。天井突き抜けて、それはもうあれだね。一回さ、お前ワイヤーやんないワイヤー、ワイヤーは知ってみたいけどさ。でも飛ぶとしたらケビン君だよね。ケビンがそうなのかな。ファーあのラプソディーとかでさ上にその飛んでいくっていう。みんなご存知ないかもしれないけど最近モンドグロスの新曲でもあれ。あ、ね、あのね、ミュージックビデオね。ふわーんって。なんか映画館みたいなところでふわーん飛んでたから、ね。あれかっこよかった。ケビンはい、じゃあまず。はい。グッズコーナー。はい。コーナーでーす。はい。グッズコーナー。まずは T シャツでーす。はい。ゼロ T シャツホワイト。はいゼロ。ゼロ。ゼロです。これいいよね、はい。これね、めっちゃいい。ダイソンの空気清浄機ではありません。似てる、確かに。うん、そう、ゼロね。円環のね。こんな見せ方でいいのかな。あ、でもめっちゃ見えてるんだよね。あの、どうやって。もうちょっと近づけたら、あれか細かいところわかる、ディテールは。厚みが気になる人、厚みは、うん、普通、うんか。まあ、白で頑張って近づけたら透けるぐらいだけど、うん、しっかりしてますよ。基本透けないと思います。うんうんあと、今回、T シャツのデザインとしては2種類あるけど、あの、両方ともあれさ、ビッグシルエットですね、結構。だから袖も長めで、結構。これサイズ何？これは？これは？ M。M。M がね、多分今回売ってる中で一番小さいのが M でしたね、確か。そうそう。M、L、XL の3種類なの。です。そう。で、M でも結構大きくて、俺は M で十分ぐらい、俺のサイズだ。私も。そう。佐藤さんは L がちょうど。佐藤さんは L で。で、ゆうきさんぐらいタッパあったら XL。これが180センチで、うん、XL でちょい普通にでかいなと思うぐらい。うん、だからね、結構でかい目なのね、うんはい、作りが。です。はい。で、ここのゼロは、うん、よく見ると、うん、草がプリントされてるんですよ。あ、そう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 。ジャケットの、うん、草ね、草のビルズ。そうね、床の部分のね。で、ブックレットの中に、ちょうどこれ、ゼロのページの隣にあるんですけど、うんうん、これゼロの、歌詞カードのゼロのところですけど、はい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 、これわかるかな？この、ここのデザインなんですよ、これって。わー、すごい。うんうんうん、それね。ブックレットが T シャツになってるってこと？そういうことだ。そう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 。かっこいいね。近づきすぎてさ。うんうん、これ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 。かっこいい。これがプリントされてます。はい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 。こういう感じで、うん、で、なんか、ここになんか変な、なんとなくちょっとラフな感じで、こう、ニョロニョロニョロみたいなのがあったり、うん、そうね。で、裏側は、こう、うんうん、ツアーの情報と、ちょっとこうね、なんかビッてなんか、テープ貼ったような、はいはいはい、表情テープ貼ったみたいな。あ、なんかあれだわ、質問が来てたから、うん、ケビンさんの身長が気になる。そう、僕が M サイズちょうどいいよって言ってもね、僕の身長わかんなかったらあれだと思うんですけど、僕はね、161センチなんですよ。結構男性としてはちっちゃめだと思うんですけど、その僕が、M サイズ着たら、なんか割とちょっともう。これね、これ XL。これ XL。これ超でかいです。これは大きい。これはでかいね。これはサイファー。これ着たら俺、下のパンツ履かなくてもいいもんね。ワンピースみたいな。で、これが、ゼロ、ゼロ T シャツのブラックです。はい、そういうことです。ちょっと裏も見せてもらったりとか、ね。まあさっきのやつの色反転ですよね、だから。はい。こういう。って感じです。ね、こういう感じです。うん、はい。で、これが1個目のデザインで、もう1個のデザインが、こちら、これですね。ジャケの、そう。ジャケから、トアナさんがいなくなったバージョンみたいなやつで。これも M。そう。これはサイファ T シャツのホワイトです。うん、これもね、これかっこいいよね、これもね。なんか、ヴィンテージ T シャツみたいな雰囲気で、うんうん、いい感じかなと。なんかプリントがさ、よくさ、触るとさ、テカテカしてるのってよくありますけど、これはテカテカしてない素材ですよね。ちょっとマットな。それがかっこいいと思います。かっこいい。ザラザラ。うん。ザラザラしたプリント。洗濯すると、こう、ちょっとバリバリ、ひびとか入ってきて、あ、それがいい。それがかっこいいかな、みたいな、うんうんうん、感じかなと思います。そうね。
いいですね。ボディの形はどっちも同じそうです、ね。そうですね。だからこれも M、L、XL の 3展開です、ね。M で多分、某ユニクロとかだと XL ぐらいの大きさっても多分。ああ、M でも。うん、あ、はい、割と大きめです。ですね。はい。で、こっちがブラックですね。はい、うん。ブラック。なんとなく今回の T シャツのデザインのコンセプトっていうか、うん、なんか最近のファナのグッズ T シャツって結構こうピシッピシッってなんかすごいこう直線的っていうか、うんうん、ミニマルデザインな印象だったんですけど、確かになんかちょっとこうオルタナティブっていうか、うんうん、こうラフな感じにしたくて、だからこうあんままっすぐな線っていうよりかはこうなんか墨っていうか、うんうん、インクでジャジャってなったような感じの、はいはいはい、あの感じを出したりとかして、うんうん、ちょっとヴィンテージっぽいあの雰囲気になってるので、そうですね、まあ、結構いい T シャツだなと思うので、うん、ぜひ。いや、めちゃめちゃ着やすいです、普通に着れるから、うんうん、結構あれです、色で迷ってる人はね、実物見た方がいいですよ、ね、そうね、印刷の感じは多分ちょっと変わっ、まあ、違って見えるんで、うんうん、一物見て良き方をぜひぜひ。そうですね。はい。取ってください。ぜひ。です。はい。いいと思います。はい。で、あれ？タオルなんですけど、うん、タオル。ちなみに、あれは、うん、あの、フラッグ。これあ、フラッグ、ここにあ、これです、これです。あ、フラッグだったっす。先に紹介します。はい。はい。はい。ポワさん、はい、これ。はい。はい。これがね、今回のライブのね、フラッグです。いや、これをね、もし開演前とかに買ってくれたらね、なんか一緒に振ったりもできるかもしれないね。とか。です。ね、ね、ライブでフラッグ振りたい曲も、うん、まあ、アルバム収録曲の中で言うと、うん、アンプラグドですね。あ、そうです ね。アンプラグドはフラッグ振ります。うんうんうん。いや、こういうフラッグってさ、うん、いいんだよね。なんかこう、飾っておきたくなるよね。なんかあの、集めてね、そうそう。うん、こうやってね。ね。いいよね。ちなみに色なんだけど、もしかしたら配信だと結構青く見えてる、うん、確かに。青く見えてるか、これでもっとネイビーですね。ネイビーって感じ、うんうんうん。いわゆるネイビーです。うん、そうね。です。はい。はい、で、はい、そして、こちら。あ、エコバッグ、ね。エコバッグ。はい。もうエコバッグはもう完全にもうこれにグッズをたくさん入れてお持ち帰りくださいというやつですね。そうそう、 T シャツを買ってこれに入れて、うん、手ぶらで来ても、手ぶらで来てグッズ買ってもエコバッグ買えばこれに入れて持って帰るんですよっていうね、うん、なんかあのスーパーでね、大量買いするサイズではないけど、近所のコンビニ行ってちょっとなんか物買うぐらいのサイズにはすごいちょうどいいと思います。そうね、うん、大きさがね、カバンに忍ばせておいたら、うんうん、いいサイズなの、いいサイズ、うん、私が持ってると結構大きく見えるからね、小柄だからね、トマさんが縦30センチぐらいでしょ、そうね、うん、ね、そうね、まあこれで伝わるかしらね、そうあれだけどまあまあ本当になんかちょっとしたお買い物にいいって感じですね、はい、はい、ぜひぜひです、はい、あとはそしてこまごまありますよね、まだね、バッチ類です。あ、バッチね。バッチ、このデザイン公開されてるんですけど、はいはいはい。これちょっと近くでこう、なんか、ちょっとできるかな、ちょっと待ってくださいね。これ難しいですね。うん、バラされてないやつが、うん、はい。バラした方がいいかもね。バラそうか。これが、バラさなくていい。あ、てか、なんか、ちょっと待って、なんかもうちょっとあれだな。1個ずつ見せるとちょっと時間かかるから、ちょっと2個ずつぐらいでいこうかな。はい。これ、映ってんのかな？あ、来た。来てる？感じ？でもこうやんないと。あ、はいはいはい。はい、これ今、ロゴバッジと、はい、ロゴと、これ佐藤さん、ね。佐藤さんが写ってるやつ。で、これが？これ何ですか？あ、ちゃんと僕、あ、来た。これが？トワナさんとケビン。はい。うん、ですね。はい。写ってるのかな？写ってる。うん。オッケー。で、次のが？映ったのかな？いや、もうちょい話した方がいい。もうちょい話した方がいい。うん、あ、難しい。はいはい。和賀さんと4人バージョンですね。はいはいはい。という、こうね。これ6種類ですか、全部で。6種類。はいはいはい。ガチャ缶バッジ。あとはさんありがとうございます。大丈夫です。はい。
ゆずささんの。そうか、これは、そうか、ガチャなんですね。そうです。そうか、ランダムなんだ、誰が出るか。はい。ランダマイズなんで。ということらしいです。皆さんの社交心を。いや、本当に、ね、本当に可愛いな、これね。でもさ、本当ゆずささんのね、そう、もういつもの可愛い絵ですよ。そうそう、このね、あの、一人ずつソロバージョンあるじゃん。うんうん、これがさ、もうみんなそのジャケットのね、うん、ボタニカルの草を描いてくれてるんだけど、うんうん、4人とも草が違うんですよ。草が違う。草って言うとちょっと笑っちゃうよ。ほら、それが草が違くて草。すごいなって思う。なんかそれぞれに合う草を、うん、描いてくれたんだと思う。そうね、いや、やっぱゆずささん可愛いよね、絵がね。あ、そう。ね、あ、なんか風のイーグルカインさん、大当たりの話は、ですね。当たりと大当たりが確かあって。あ、大当たりあるのか。はいはい。当たり、あれ当たりが何で、当たりが、酒井くん、当たりが何なんでしたっけ。これは今言っちゃっても大丈夫なのかな。なんかね、あ、うん、まあ、あれです。あ、来た。言ってもいい。言っていいんでしたっけ。あ、いいんじゃない、でも言っちゃって。うん、チェキ。うん。チェキにサインが書いてあるやつ。がついてくる。がついてきます。大当たりだと。当たりも大当たりもです。あ、そうか。当たりも大当たりもか。うん。大当たりだとじゃあ何なんだ、当たりと大当たりの違いは何だ、なんだ、まあ、大当たりなんすよ。まあでもまあまあ、そこはあれだね。あの、確かに行っちゃうとちょっと興ざめだから、ね、そこは楽しみにしてあげてたんだね。とりあえず当たり以上だと、うん、どうやらチェキがついてきて、そのチェキにみんなの生サインが入ってるってことは、うんうんうん、どうやら言っていいらしいです。はい。です。ということです。そして、これね、ネタバレになっちゃうんで、まあでもこの距離なら見えないでしょうということで、はいはいはい。ファンの伝統の漫画タオル。漫画タオルも来ました。いや、今回さ、結構さ、文字多めですよね。なんかあの、文章量が増えて。こうしよう。ああ、そうね、読めない。こういう感じでちょっとわからないぐらいな感じ。はいはいはい、そうね。ピント合わさせない。小賢しい。もうタイトルも出てますけども、でも大体、もうこのタイトルがすでにネタバレだと思うんですよね。どれどれ？パニック、愛のシュプリーム MV 撮影編。あ、もう全然なんか分かっちゃいそうね、確かに。もう、まあ分かるかな。パニックといえばっていう感じ、うん、こちらもね、この缶バッジと同じくゆずささんが書いてくれてます。うん、ね、かわいい絵です、本当。かわいい感じで、はい。なんかね、藤田監督も登場してますね。あ、そうですね、ね、監督の。はい。なんかこう、このコマ、あ、もうネタバレだけど、ちょっとセリフは見えないけど、この絵はセリフは見せませんけど、ちょっとこことか可愛いですよね。あね、はい、セリフモザイクが。はい。はい、って感じですかね。っていう感じのグッズたちになっております。はい。まあ、ちなみに、うん、今まであのトランジットラウンジという、 こうツアーパンフが、ああ、そうですね。あったんですけど、今回はないんですが、うんまあ、実質、そのツアーパンフに的なものが、この初回限定版に、うんまあ、オフィシャル1万字インタビューっていうのが入ってて、そうですね。まあ、これがもうツアーパンフみたいなものです、うん。初回限定版を買えばツアーパンフがついてくるみたいな、ね。結構喋りましたからね。イメージでいてくれたらいいなと。うんうん、写真も入ってるし、ライブフォトも、すごい、うんうん、もう見開きで。いい感じにね、こう、そうですね。印刷されてるんで、うんうんまあ、初回限定版を手に入れると、まあ、ツアーパンフみたいな意味合いだったりはします。はい。っていう感じです。はい。なので、まあ、まずはこのアルバムを、まだお手に取っていない方は、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、そして、5月8日から始まる、ファナ、サイファ、ツアー、ライブツアー。うんファナサイファライブツアー2022、うん5月8日中野日曜日中野サンプラザ、そして、うんちょっと日付がすぐ出てこないですけど、新潟があって、うんうん、大阪があって、名古屋、そちらぜひお越しください。お越しください。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、11周年のコメントもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。コメントも引き続き、皆様のご支援のほど、ご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたしますと。お願いします。お願いします。はい。で、この後は、ファンクラブのファナホームの会員の皆様限定で、うん、ズームファンミーティングを開催するので、うん、はい。FC 会員の方はぜひご参加ください。はい。まだ会員じゃないよって方も、別に今会員になれば参加できるので、会員になってもらえたら嬉しいなと思います。はい、そうですね。はい。ファナホームっていうね、お家みたいな。で、ファナ、うん、ファナのファン、あの、
ファンのことはファナミリーって言うんですけど、うんうん、まあ、最近ファンになった人向けに説明すると、うんうん、でファナホームの会員の方のことは住民の皆様、ね、住民の皆様、住民の皆様というふうに呼称しております、はい。今後ともファナをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバーイ。じゃあ、ズームの連絡はね、ちょっとこの後。バイバーイ。はい、ズームの URL は FC 会員向けにメールが行きます。はい、お願いします。